時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビーターラウンド834セタライトフラッシュ。毎週木曜日の担当、長屋大津から全国へ超絶元気発信、おオ総スオスイドルの OSU です。はい、OSU の赤色担当、夏みんこと佐々木夏美と。ラベンダー担当、なっちゃんこと井川夏と。ピンク担当、リンりンことコーナリンです。 この三人でリモートでお届けします。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。はい。なんとね、今日でなっちゃんがメディア CF ラストということで。はい、そうなんですよ。うん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 。いや、いっぱい本当思い出たくさんあるなって思うんですけど。そうだよね。もう何年もね、うん、前からちょこちょこ。 やらせていただいてるもんね。ねそう3年くらい前とかかなからもうずっとね続けてやらせてもらってるからこうやってね長く続けていけるのすごい嬉しいです。ありがとうございますほんと。なっちゃんのラスト回にね私とりんちゃん一緒に出れるというとっても光栄でございます。今日のメッセージテーマがさ「自分を動物に例えると」っていうテーマなんですけどこれ。 あの最近 OSU のメンバー内で流行ってる流行り流行って、ね <laughs> はいうりか流行りてねはいりがありまして、うんうん、そ誰々は何々っぽいみたいな何々似てるみたいなのをこう当てはめるのがすごい流行ってるんですよ、うん、OSU で。はやってる。だからこのテーマ結構メンバー的にはすごい熱い話題。 今日はね、ちょっとあのー、これ聞いてくださってる皆さんも何に似てるか多分たくさん送ってくれてると思うので、みんな、うん、のも聞けるのも楽しみですしはい、はい、前にそのメンバー内で誰々は何々の動物に似ってるっていうのをツイッターに、ねうんはい、載せたんですよ。ねはい、載せてましたね。に載せて そうそうそうあの携帯の絵文字で出てくる動物の中縛りで誰が何に似てるかっていうのを絵文字だけ載せて誰がどれでしょうかみたいなはいはいやったのよ。ありましたね。見つけたよツイッターのその絵文字全部。えっさっきあの私のツイッター全部さかのぼってリツイートしたんですよ。リツイートたすごいね。振り返ってみようと思って。 いいねみんなも一緒に見れるそうそうで振り返って見ててうんとなっちゃんがうん怠け者なんだよねそう気に入ってるの私これ結構 <laughs> あそうなのうん、うん、なんで、うん、どういうところがえなんか怠けれるじゃん怠けれる <laughs> <laughs> この動物の感覚で、なんか、怠けて生きていってもいいよって言ってもらえてるみたいで嬉しい。なんか、認められてるんだなーみたいなそ <laughs> ういうことなの <laughs> うん。<え> <laughs> そういうことなんですね。うん、認められたーと思って、怠けてるのが。<laughs> その全員怠け者がいいやん。<笑><笑>そうですね、みんな。<laughs> みんな怠け者がいいじゃん。<laughs> 絶対そうだよ。<laughs> え、お、はいうん、夏やつな、なだっけ、フラミンゴめっちゃっぽいよね。 濃いです。濃いです。それですかね。うん。もっと、美しいみたいな感じじゃないですか。なんかスッとしてる。あはい。うん。綺麗な感じだよね。わけないの色が派手だからかと思った。 なんかにも派手なのが好きそうって思われてんのかなって思ってて確かに色がね色がない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 色ない色がないな感じですよね最初はフラミンゴって言われた時うんって感じだったの割とそうかそうかみたいなで本当にめちゃめちゃ最近メンバーのサナティが一緒にお出かけした時にたまったフラミンゴのキーホルダー売ってたのへえ それをその場で見つけて可愛いってなって買ってくれたんだけど。へぇー。めちゃくちゃ可愛いんだけど、なんかそこから気に入ってる、ちょっとフラミンゴ。いいと思うんだちょっと気に入ってきた。よかったです。よかったです。なんかフラミンゴに寄っていこうと思って、私は。これから。じゃあ自分からね。いいですね。そうそうそう。どんぞそう。なっていくんだね。ねえ、りんちゃんは、りんちゃんなんだけど。豚です。豚ね。 なんで豚なのかわかんないけどメイちゃんがもうかたくなに豚って知らなかったいやんか色普通に色もそうですけど自分が豚大好きでなんか鼻が自分的に似てるなと思って似てるか似てはないでしょ似てないよでもめっちゃ好きなんでいやもう好きならないね なんかえーってなってブタにブタってたらブタにしてくれましたあーもう自己推薦なんだはいブタが良かったんですよねそうかはい。ビニバタカフェとかあるもんね最近確かにそうなんで可愛いもんね可愛いめちゃくちゃみんな納得してんだじゃあ私たちがとりあえず よかった、はい、めっちゃか納得してます納得してんの、ね <laughs> ね、嬉しいですはいわかる嬉しい、ね、その辺もねみんなから意見聞きつつ、はい、今日はねメッセージたくさんご紹介していきたいと思いますはいこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています今日のメッセージテーマは自分を動物に例えるとですメールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンからまたメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。それではここで一曲お聴きいただきましょう。OSU でラウンドラン。時刻は午後7時8分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビーターラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がこの後午後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。 今日はたくさんメッセージが届いてるのでね、どんどん紹介していきたいなと思います。はい。じゃあ、はい、早速、一つ目紹介します。はい、ラジオネーム、青空さん。猫かにゃー。大勢で群れて動くのが苦手なので、多分猫系な気がします。できてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ますなっちゃんみたいな方ですね。 ほんまにって知らなかそた私だよね。ね、そうです。同じ匂いでした超遠い。なるほどね。ね、分かりやすいね、んうん。分かりやすい。超分かる。うんうんうん。いや、どんどんみんなの聞いてこうかな。うんうんじゃ続いて、ラジオネーム、じゅんにいさんからいただきました。メンバーのみんな、こんばんにゃん。こんばんにゃん。自分を動物になると、だけど、トラかな、トラ年生まれってことのみだけど、なんか憧れもあるかな、みたいな。 実際はおしめに寄せたわけじゃないけど、猫だと思うとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。す。トラね。トラか、そっか。トラ。トラキボラとしまきボラの猫の方ですね。そういうことですね。順さでもトラと猫ってなんか似てない似てる。似てますね。ちょっと似てるよね。猫だよね。めっちゃ可愛いめっちゃ可愛い可愛いですよね。 めちゃめちゃ可愛いの赤ちゃん。はい。私もあれになりたい。トラの赤ちゃんあ、いや、トラの赤ちゃんじゃないよ。ええ、そうかな。じゃあ猫か。やった。そうですた猫だわ。そう思います。そう思う。結構差があったトラと猫。もろ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いて、ねっきばもろさんからいただきました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。 応援水の皆さん、こんばんは。こんばんは。んんは自分を動物に例えるなら、ペンギンです。<ー>理由は、個性的だと言われることが多いから、そして、得意分野では力を発揮できるからです。<ー>ペンギンは地上を歩くときは個性的なよちよち歩きですが、得意な水中では華麗にスイスイ泳ぎます。そういう意味では、自分はペンギンに似てると思います。 ただほとんどの人は地上の様子しか見ずわざわざ水中までは見てくれませんペンギンタイプの人間はそんな生きづらさも抱えていますでも水中まで見てくれる人にも中にはいますそのうちの一人がなっちゃんでしたわーいステージでキラキラ輝いていた姿やたくさんかけてくれた嬉しい言葉たちは一生忘れませんあさってで卒業してしまうのは寂しいですがこれから先の人生も幸せであることを願っていますとのことです

納得しちゃったね。うすごい説得力。そうなのなんか論文かなみたいな説得トするのもらっちゃった。すごいですね。確かにペンギンっぽいわ。うん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 。でも個性的だけど力発揮するときはするよっていう。うんいいな。いい動物だね。ペンギンいいですね。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。 じゃあ、ラジオネーム、ダさんからのメッセージ紹介していきます。はい。りんちゃん、なつみんさん、そして卒業間近のなっちゃん、こんばんは。こんばんは。んんは僕は犬と猫のハイブリッドですかね。懐いてる人には中堅として、でも時々気ままに自由を謳歌しているので、犬と猫のハイブリッドです。なっちゃん、なつみんさん、りんちゃんは、自分はどんな動物だと思いますか こんなところはこれだけど、ここはこの動物、みたいな2種類以上のことってありませんかって聞きます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれは入れたか。新しい、確かに。あるかなえぇ、あるええぇ。もう私、猫だもんもう猫になる考えれないし、確かにやるとンう。うん。ビッターは鍵っぽい、でも。

それでじゃあリンちゃんはハイブリットはいハイブリットハイ豚とあの別にあニンジンボリボリ食ってるウサギで私はじゃあリンちゃんそういうことでですありがとうございますありがとうございます続いてラジオネームおはらさんからいただきましたなつみさんなっちゃんリンちゃんこんばんはこんばんはついになっちゃんにとってラストメディア FM 出演ですねあさっては卒業ライブですね 寂しさしかありませんが、見届けたいと思いますさて、今回のテーマですが、自分は犬と思ってます江戸田氏結構ご主人様 <laughs> 推しには従順だと思ってますワンワンそれでは、ワンワン皆様のエクスホルでーとのことですありがとうございますありがとうございますワン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 かわいいワンワンって言ってんの <laughs> ワンワンそうなんかなこれ私のファンの方なんですけど、うん、はい従順そうなんでしょうかね どうなんですちょっとちょっと怪しい。あれあれあれ従順じゃないそうなんでしょうね。微妙なんですかね。ですね。なんか。うん。でもなんかファンの人みんなすごい、それぞれ本当に個性があって面白いですよね。ね理由が面白いよね。そう、理由がそれぞれあってね。うん、面白い。面白い。みんなのそのも聞いてきたい。 ね聞いていこうかな。聞いていこう。じゃあ、次の方ご紹介しますね。うん。らっちちゃん、夏に感謝。ばんか。聞ました。夏美なっちゃん、りんりん、こんばんは。こんばんは。<laughs> なっちゃんは最後のメディア声優の本当にお疲れ様でした。今回は、自分を動物に例えるとということで、自分は犬ですね。<ー><ー>飼う。主に忠実な日本犬、芝犬とかだと思ってます。 何事でも一ず一ずでありたいって感じです。そんなことです。やっぱ願望入ってますね。ちょこちょこ。そう,ですね、そうだよね。<laughs> 何がつくかなみたいな。<laughs> まあでもここでなんか言っとくことでそのイメージはつくよね。何、うん、か。確かに。うん、そこだなん,ってんだなみたいな。うん。はい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 。いやーでもわかる忠実だと思う。わかんないけど思うよ。<laughs> 真面な感じが忠実って感じ。ああ。でも犬もねなんか種類いろいろあるもんね。 確かに、しばと、なんか真面目な感じする。いね、うい。なんか、優等生っぽいもんね。なんとなく。はい。ありがとうございます。ね<ー>ありがとうございます。い続いて、福岡のともしげさんからのメッセージです。なつみちゃん、なつちゃん、りんちゃん、こんばんは。こんばんは。福岡の桜開花予想、ちょうど一週間後みたいですよ。へ今夜のテーマですが、普段は怠け者ですが、えー あとは正義感が強いから、その時は犬かもしれないです。ありがとうございます。<ー>ハイブリッドだ。ハイブリッド出ましたね。<laughs> しかも、ナマケモノ入ってる。なっちゃんと似てる。一緒だよ。ナマケモノと猫のハイブリッドだナマケモノとそうです猫ですね。その2つでした。そうでした。あとはナフンだけだね。ハイブリッドにつけるの。ハイブリッドにつけないといけないな。<laughs> <laughs> 二面性あるよ。 でもナツミンさんはあのペルシャ猫って感じです。ああわかる。ペルシャの毛長いやつ。はい。おしゃれななんか外国の猫。高級猫です。やつな気がします。ペルシャ猫もフラミンゴもなんか似てんだよね。なんかに同じ。同じ。似面してるね。同じ感じなんだ。そう同じ夏の中。 ちょっとなんか違う系の。確かに。差がないもんね。見つけた方の日、誰か教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム、かなこちゃんから頂きました。夏んなっちゃん、りんちゃん、こんばんは。こんばんは。自分を動物に例えると、首が長めでひょろっとしているので、キリンな気がします。そなっちゃん、最後の出演。卒業は本当に寂しいです。最後まで全力で OSU し楽しんでね。

自分で思うのとさ人から見たやつとまた違うかもだからみんな自分で思うのと何かに言ってもらったらハイブリッドできるじゃないあだそうですね。別にハイブリッドしなくてもいいんだけどね。しなきゃいけないみたいなのではないですけど。いろんなイケ見たいじゃん。だってやっぱほら。そういろんなところを見つけていきたい。そうですね。 <laughs> ただそうみんなのやつ今度もった、うん、楽しい、はい、めっちゃねありがとうございます続いてみさかさんからいただきましたありがとうございますありがとうございますこんばんは自分は怠け者だと思います名前からの印象の通り、うん、何かとだらけがちというのも間違ってはいないのですがその名に反し実は怠け者は近一週間ぶら下がりっぱなしでも問題なく過ごせるぐらい我慢強いそうです 本当のことですありがとうございますすごいねただ怠ってるじゃ、だけじゃないという実はすごいやつなんだ我慢してたんだあれそうなんですね我慢してね我慢じゃあそうですね我慢でもないかこれを聞いてなっちゃんの怠け者がさらに確かにってなったから我慢強いっていうか打たれ強いと思うははいい。割と。 はい、わかります。そういうところ、確かにってなった。やった。じゃ、あこれからの負け者キャラで行くわ。そうね、負け者。負け者で行くんだ。あと三日間の負け者で行くわ。ええ、面白い。ありがとうございます。あと一通ぐらい。ラジオネーム、アプロガバイストさんからです。今週の皆様、こんばんは、夏のつりです。 こんばんはす。<laughs> 今回のテーマですが、あまりかっこいい動物にも、凶暴な動物にも、可愛い動物にも、全く当てはまらないので、なかなか難しいところですが、小学生の頃、遠足で水族館に行った時に、そこにいたトドに顔が似てると言われたことがあります。<laughs> 自分では全く知るとは思わなかったのですがしばらくトドと呼ばれた記憶があります。わらえでもんう私のお父さんすごいゴロゴロしてるのお家でだからお母さんがお父さんのことトドって呼んでて今でもお父さんのことたまにふざけてトドって呼んだりしてるよめっちゃ呼んでる。 ふざけたよ。そうやって読んだりするんだ。うん、そこが意外だわ。<laughs> お父さんの真似して。呼びやすいんだよね。荷物 <laughs> がする。まあ、えー、確かにね。お父さんより軽いもんだよ。うん。軽、うん、い軽い。<laughs> びっくり。まさか同じ動物がいるとお父さん。まさかの、ね、面白いですみたい。いやー。面顔が似てる。 本当に、ねはいろいろいろんな動物が出てきてねめちゃくちゃ面白かったですね,ね面白かった、はい、ありがとうございます<う>たくさんのメッセージ <laughs>、はい、ありがとうございますありがとうございます <laughs> ありがとうございましたそれではここで一曲お聴きいただきましょう OSU で Sweet Love Story 愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしていますビートアラウンド834サテライトフラッチュ毎週木曜日の担当は OSU がリモートでお届けしてきましたが お別れのお時間です。早いですね。早いです。早いよね。うん、今日ね、たくさんメンバーのだったりファンの皆さんの似てる動物を語ってきたんですけども、うん、またね、うん、新メンバーが入ってきてからもちょっとこれ語ってみたいなって、うん、私的に思ったので、なっちゃ、うんは絶対聞いてく聞いてください。聞きます。<laughs> <laughs> はい、今日すごくたくさんメッセージを頂い,いたんですけども、お時間の都合でね、全てをご紹介することができませんでしたので。 お名前だけ紹介させていただきたいと思います。うん、中トロさん、エマリンさん、京都の山トラさん、フェチコさん、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。紹介できなかったメッセージも、後で一つ一つ,つ読ませていただきます。今日たくさんメッセージ読ませていただいたんですけど、本当に皆さんありがとうございました。うん、ありがとうございました。それでは、ここで来週のメッセージテーマを発表したいと思います。 来週のメッセージテーマは、春の訪れを感じるときです。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。また、この放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FMYouTube で検索して、ぜひチェックしてください。ここで私たち OS はい、今週の土曜日の3月11日に、今日のラジオもラストだったメンバーの井川夏ちゃんの卒業ライブを行われます。場所は X ホールにて行います。こちらは当日券をご用意しておりますので、皆様お待ちしております。そして OSU レボリューション原点回帰が3月19日に、えー、X ホールにて行われます。 ここで新メンバーも登場しますので、皆様楽しみにしていてください。チケットの詳細は OSU のオフィシャルホームページをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、今日がラストの伊川夏ちゃんからね、うん、ちょっとメッセージをもらっちゃおうかな。<laughs> お願いします。いやー、ほんとでも3年とか前。 からずっとこう続けてこれたのは本当に嬉しくて、最初は公開生放送でもうすごい緊張してて、でもファンの方とかも見守ってくれてたのすごい思い出に残ってますし、こうやってねメッセージも最後たくさん皆さん送ってくださいましたけど、メッセージを通してたくさんみんなのこと知れて、たくさん仲良くなれた気がしてて、本当にすごく楽しかったです。今までありがとうございました。いやー本当になんちゃん、たくさん。 ありがとうお疲れ様でした。今後もお疲れ様でした。OSU で盛り上げていきたいと思うので、うん、お世話の皆さん、はい、そしていつも聴いてくれてる皆さん一緒に楽しんで聴いてくれたらなと思います。はい。はい。それでは、この後は再び、インズカイクイさんのビートアラウンダーん読んでお楽しみください。では、来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手は、OSU の佐々木夏みと、井川夏と、コーダリンでした。うん 最後はこの曲でお別れです。o s u で Take Forever!